それでその、大キ・クロプスさんの言う三人っていうのは、誰のことやねん。まず一人目は、アイビーっていう男や。アイビー誰やそれ。元王国の騎士で、ゴルド王の弟、ブラウンの右腕やった男や。聞いたことないな。かなり強かったらしい。そうなんか。元王国の騎士ってことは、今はもう引退してんのかどこにおんねん。ブラウンが死んだ後すぐ、刑務所に入れられたらしい。なんでや。アイビーは、ゴルド王がブラウンを殺したと疑ってたらしい。なんやそれ。そのことが王にバレて捕らえられたって話や。じゃあ一人目は、 刑務所にいる反逆者ってことか。そういうことや。どこの刑務所におんねん。そこだけ唯一ついてんねんけど。ここからすぐ近くの刑務所や。それって、脱獄させるってことか。まあ、そうなるな。脱獄させて、その後魔王を討伐に協力してもらうよう説得する。めちゃくちゃめんくさいやんけ。一人目に何日使うつもりやねん。しかもアイビーは面会で誰かと話すことを禁止されてるらしい。え、じゃあ喋ることもできひんのかそういうことや。喋ることもできひんやつを、どうやって脱獄させんねん。喋ることができるやつに、協力してもらう。 何に巻き込まれることなく、出生できそうでよかったわ。